さあ、ポケモンハートゴールド続きやっていきましょう。釣りでは必要な分はゲットできたと思うんで、あとは下の方に行きましょうか。まあ、あとは、そうっすね。ちょっと戦いながら、まあ、レベルも上げて、EV は今のままでいいんですかね。で、草タイプがいないんで、ちょっと草タイプは育てないといけないなぁとは思ってるんで。だから EV は今ぐらいのレベルが、でいいんで、次の F いいか。次の街見つけたら、戦うかい？上からは戦えないのか。戦うべきか。まあでもエフィ、そうですね。やっぱ緑といえば、草といえば僕の中ストライクなんですけど。ストライクかっこいいんだよね。ストライクって進化するんですよ。ストライクで、打ち止めかい？こういう時の、ストライクはハッサムになるのか。いや、そうなるんだったらやっぱストライク育てたいよね。次の街で交代できたらストライクに変えましょうか。そうね、エイフィーになったのはショックなんですよね。エスパーは多いんでね。まあ、電気も欲しいですけどね。あと悪とか。毒も育ててないんで、ちょっと偏りがひどいんでね。まあ、エイフィアは結構戦力になるぐらいまでは育てられたかなと思ってるんで。あ、そうか、コールドスプレーでも使えばいいのか。でもレベル35の毒クラゲはちょっと熱いっすけどね。そうね、コールドスプレー使って、次の街のところまで、お、いいじゃん。金に物言わせますか。ありがとうございます。ありがとうございます。毒クラゲは持ってるんですけど、ここまでレベルの高い毒クラゲは持ってなかったんで、結構いいポケモンが手に入ったかなぁと。コールドスプレー。アホみたいありますかね。アホみたいあるかな。どこだい？そもそもこっちでいいのかいってのもあるんですけど。グレンタウンね。あった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 。ストライクと交代しようか。結構育てましたけど。まあ一回回復ですね、当然。これは決定事項なんで。野崎様が言ったから、それは決定。ってのがあるんですよ。女子プロレスラーの野崎渚さんって方がいて、その人が自分が言うから、野崎様が言うから、これは決定っていうのがあるんですけど、ちょっとマイナーな話ですけど、かっこいいんですよね、野崎様。ストライク、あれ預けっぱなしかな、ストライク。そっか。ガビゴンノーマルなんだよな。ストライク預けてんのかな。取り行こうかな。草欲しいっすよね。あー、でも臭い花も悪くはないような。でもまあガビゴン入れる。カビゴンか。カビゴン入れるか。
そうっすね。草タイプで、僕の中でストライクぐらいしか、多分預けてんだよな。ちょっとこっち関東地方が落ち着いたら取りに行くか。ヤドン育てるか。じゃあヤドンを育てるって多分結構レアだと思うんですけど、カビゴン戦闘にしたらどうなるんだろう。ちなみにどれくらいの強さかな。なんかめちゃくちゃ耐久力があるってイメージはあるんですけど。お知らせ、グレンタウンのGMは双子島に移りました。カツラ。ここはグレンタウンを押し流された過去の島。誰だお前。俺の名前はグリーン。関東を制覇してチャンピオンになった男さ。と言ってもレッドの野郎に邪魔されてチャンピオンでいられたのは少しの間。レッドが今チャンピオン。ところでこの有様見てみろよ。はいはい。火山がちょっと噴火しただけで町一つなくなった。あー、ロマサガ2パターンですね。ポケモン勝負で勝った負けたと言っても自然が身震いしただけで俺たちは簡単に押し流されてしまう。これはね、今の日本だけじゃないですけど、予言してるようなもんですね。そう考えたら本当に自然には勝てない。まあいいや、俺はトレーナーだからな。強い奴がいたら戦いたくなっちまうんだ。お前本気で俺と勝負するつもりなら関東の10バチをどれだけ集めたか見せてみろと。5個か。そんなんじゃまだ俺とは戦えないな。確かこれ攻略本で見たら6個集めろみたいな、なんかそんなんだった気がするんで。これってここにもう来れるようになったんかな。あ、そうですね、双子島、あ、こっちか。双子島に移転しましたって言ってたんで、移転案内。移転案内ご丁寧にしてくれたんで。それは便利ですよね。しかも全然酔ってこないという、ちょっと寂しいやないかいと。誰か酔ってきてくんないと。自慢の水着と自慢のポケモン見てってね。見たねって言って後で訴えてくるってのはないようにしないと。見るのはいいけど、やらしい目で見たら、あ、ピッカ。やらしい目で見たか見てないかって、その人の判断な気がする。あ、これ転がっときゃいいんですよね。転がってたら、勝手に大トリやってくれるってことですよね。あ、そら楽。ピッパ。これは便利ですね。転がってくれてる間に、その間に、自転を引くと。ノーマルタイプ。何事も動じない図太い神経の持ち主。ビータルイなんだ。磨けの割に機敏に活動。いつも大木や石をかじって丈夫な前歯削ってる。へぇ。よう折れないっすよね、と思ったら。研いでるみたいな感じなんだ。あんたのポケモン、それ最新流行の組み合わせじゃない？バレた。今流行りですから。急いでる、ちょっと休んで勝負しよう。急いでたらどうすん？遅刻したらさ。キノココ、かわいい。やっぱ女の子は、かわいいポケモン。転がり続けますよね。キノコ、これは便利なんですよね。相性がいいんですよ、図鑑と。
険を感じると体を震わせて頭のてっぺんから胞子をばらまく。草木もしおいてしまうほどの猛毒。キノコ、かわいいね。へぐち。深いもので湿った地面に生息。落ち葉の下でじっとしていることが多い。落ち葉が積もってできた腐葉土を食べ。なるほどね。まさにキノコですね。毒だね。ちなみに、将棋の藤井聡太さん、今七冠ですけど、キノコが嫌いだそうです。看板の下にお知らせ。グレンタウンの地面はここにあります。ああ、なるほどね。もうちょっとデカデカと更新してた方がいいんじゃないかと。ちょっと双子島は、せっかく関東編の攻略本買ったんで、見ながらでしょ、当然。なんか、特に、なんかフリーザーが、ここはジムか。オースミライレジェント。突貫工事でできたここは岩とトレーナーが邪魔をしてなかなか勝つなんとこまでたどり着けない。だが慌てトレーナーって倒して道が開かれるだろう。ここは研究員の命、こんな穴蔵の中でも選択だけは欠かさない。なるほど。急に戦うんですね。選択は大事な。吉郎さん。ウィンディ。おぉ。ガーディンの最高進化っぽいな。これ転がっていっていいのかな？ウィンディ。どれくらい？食らうね。ガーディウィンディ。一昼夜で1万キロ。1、9、100本。1万キロですね。もう距離を駆け抜ける。あれ？炎タイプなんだ。炎タイプで雷も使うのか。昔から多くの人を虜にした美しいポケモン、飛ぶように軽やかに走るか。1万キロって言ったら、確か日本って4000キロなんですよ。だから、2.5 往復しちゃうわけね。北海道、沖縄、往復して、さらに東京ぐらいまで行くってことかな。正直、カビゴンやられてもいいと思ってますからね。もしかしたらいい勝負するかもしれない。おー、すごいやないか。宿も地道に育てるけど、頭ん中真っ白。そう、なんかぼーっとするために散歩がいて、この白衣を着てると不思議と頭が良くなったような気がするんですよ。あるだろうね。なんか医者が白衣を着てる理由ってもうなんかあるって聞いたことがありますね。なんか理由があったんですよ。その、威嚇じゃないですけど、信頼感みたいなのだったかな。白衣って。なんかそんなんがあるらしいですね。まあいろいろ心理作用っていうのは働いてますよね。こんな洞窟の中にジムがあるなんて、探求心を刺激されるね。なんか研究所って秘匿性をするために隠れてるってイメージはありますね。早く研究を発表しないと、おー、煙。取られる可能性がありますかね。そうか。鉄壁ね。あ、これ亀なんだね。どうなってんのこれ。疲れ割れなくなった炭鉱にはたくさんのポータスが住み着いて炭鉱をせっせと掘ってる。氷の中で石炭を燃やしエネルギーにしてる。ピンチの時は黒い筒を、だからこうふーってなってるじゃないですか。あの中で石炭を炊いてるみたいな感じですね。しかも自分で掘るから、そらここにはコータスたくさん欲しいよね。
でもまあちゃんと換気しないと、悔しさが汗の向上心につながる。なるほどね。悔しいって思う気持ちは大事ですからね。結局のところ何回負けたじゃなくて何回立ち上がれたかってのが大事って言いますからね。何度立ち上がれたか、失敗はいいって言いますからね。何回立ち上がれたかが大事みたいな。ジムを失っても諦めない勝田さんの粘り強さは私は負けませんよ。研究家ってそうですもんね。全ては仮説ですから、仮説からどうやって証明していくか。ブーバーの後は何だったかな。ブーバー、ブビリ、ブーバー、ブーバー。ブーバーなかなか見ないですね。電子が常に燃えてる。火事を起こす原因の一つ。炎で物を仕留める。ついつい焼きすぎて黒ひげにしてしまうと。火事ほど怖いものはないですからね。もうこれじゃ無理。この地下の中とかだったらなおさらですよね。桂さんと私たちで再びジムを建て直すのです。やっぱ建て直すためにはお金がいるから、研究するのにもお金相当かかると思うんですよ。でしかもその研究結果がすぐ結論出るわけじゃないんで、それを検証して、実際臨床みたいな形で市場に売れるってなったら、もう何回も何回も必要になるらしいんで、で論文にして出すと。今対戦データを集めてる最中、ご協力お願いします。なるほどね。データ化してるわけですね。いいデータ取れますかね。ドンメル、かわいい。ドンメル対カビゴンっていう、オーバーヒート、かわいいなんて言っちゃダメだったかな。ドンメル、ドンメル爆撃った。炎地面、叩かれても気がつかない、つかない鈍さだが、空腹は1秒でも我慢できない。ある中でマグマが煮えたぎってる。なんか、そうか、背中のところが火山みたいになってるね。1200度のマグマを体に溜めている。水に濡れるとマグマが冷えて固まり重たくなる、動きが鈍ると。お、水かけられたら地獄じゃないですか。でもお腹が空いたら1秒でも。確かにね、空腹って我慢できないもんね。食い意地がね、食い意地張ってんの。データセクテーフのダメじゃん。なんと良さ、予想外な強さ。君は何者なんだい。ムンムン、僕でも勝てそうなトレーナー。新人かな。中踏み、マグカルゴ。ほう、じゃあさっきの、おー、何でしたっけ、進化語ですね。マグカル、マグカルゴ。マグ、あ、違うんだ。マグマグ、マグカルゴ。体温が約1万度。はあ、さっき1000度でしたもんね。雨粒に打たれると蒸気がもうもうと立ち込めて、あたりは深い気。確かに。殻は皮膚が冷えて固まったもの。ほう。倒ただけでボロボロと崩れてしまう。マグマに入ると元の。へぇー。これはすごいですね。あるって最強なんですか？マグカルゴ。1万度ですからね。失礼しました。君の強さ見抜けなかったよ。いや、1万度ありゃさ。1万度ありゃさ。結構カビゴンいいな。カビゴンで転がっときゃ、ある程度のところまでいけるんじゃないか説。おい、グレンに
った。わしのジムが火山に焼かれてだったね。だがわしはへこたれない。どうだ見てみろ。この洞窟をご覧のように改良し、ジムリーダーとしての務めを果たしているのだ。見事わしに勝てばジムパーツやってくれよ。なるほどね。確かにこれは、何度も戦っても立ち上がるってやつですね。研究家ってそんなイメージがありますよね。とかそういうのができないと、そもそも研究家になれないという。基本転がっていきますよ。マグカルド。楽したい、楽してって。マグカルドはマグマック、マグカルドね。1万とね。よいしょ。いやーでもさすがにこれはひどいな。転がるだけで勝てりゃ、手はないっすね。あ、日差しか。1万度だから、1万度のところで日差しが強いオーバーヒートされるととんでもないんじゃないですか。寒いはマイナス256度って決まってますけど、暑いは確か無限にあるんですよね。不思議ですよね。なんでマイナス1万度ってないんだろうって結構思ってましたね。いや、1兆度とかあるんだったらマイナス1兆度あってもいいでしょうって言うけど、結構不思議ですよね。なんでマイナスって上限値が決まってるのって、価格の不思議って不思議。水かけてるけど火傷を負うってのが面白いですよね。それは1万度だからね。干上がっちゃうよ。ブーバーね。やっぱこの炎タイプが多いときはこうやって水で、水攻めは優勢ですね。これが不思議ですね。あー危ねえ。いや、急所当たったかなと思ったんですけど。いや、火の属性で雷、あー最悪だ。これ忘れてた。どうしよう。チックちゃん微妙かな。一回原子得。火は強いからな。てか、ブーバーの攻撃力が高すぎるんで。あ、でも、これ特攻が下がったんだったら、あ、でも白いハーブで戻してるんだったらバフが意味ないじゃねえか。あ、いい勝負ですね。しかも能力値も上がったし。じゃあ、回復させて、で、また岩投げりゃいいっすね。どっちが先手ですかね。チクちゃんのが先手取れてましたかね。あ、さっきはなんであんなにアホみたいに食らったんだ。やっぱ急所打ちだったのかな。ちゃんと見てなかったんすか。ギャロップか。チクちゃんでいいかな。もういっか、チクちゃんで。穴蔵ジムの意地を見せてやるわ。いい。59か。チクちゃんじゃ厳しいか。ギャロップはトニータ、ギャロップか。炎タイプ。燃える縦髪をはためかせ、時速240キロの速度で大草原を駆け抜ける。一番足が速いものがリーダー。群れが行く場所は、240キロって新幹線ぐらいして、
多分新幹線ぐらいだと思うんですけど、新幹線300キロ、400キロ。イメージは関戸場なんですよね。関戸場は線で走るって言いますからね。いいじゃないか。まあ、三国志知らない人からしたら、関戸場って何なんて言われておしまいですけどね。馬に乗りこなす力も必要ですからね。ディープインパクトとか、北さんブラックとどっちが速いのって言いたくなりますね。僕の中では。なるほどね。守護馬としてどうなんみたいな。関戸馬の息子とかいないのってちょっと問いたくなるのね。お、結構楽に勝てたな。ギャラドスなしでもね。気迫で負けるとは。そうね。精神論、ね、見事だ、わしは燃え尽きた。クリムゾン、お、キングクリムゾンじゃん。クリムゾンといえばキングクリムゾンですよね。で、もう一つこんなものやろう。あ、オーバーヒートね。少しはリスクもあるが、それを補ってあまりある強烈な威力。いや、これはアラちゃんに覚えさすか。今回のわしはわしの負けだが、グレンジムを作り直して次こそは勝つ。なるほどね。生き返らせるか、どうしようかな。確かこの人とは戦ってないのに。勝負に負けて僕らは一歩下がる。案外素直だろ。悪の組織に入ったりするはぐれ研究員とは一緒にされたくないからね。なるほどね。でもまあ研究、どんななんですかね。野心があるか、研究できりゃいいやって思うのか、お金を稼ぎたいのか。なんかそこで、考え方。お、オート。オート買い物ね。なんかこう回復させたいんですけど、下に行っても、一回回復させに帰るか。グレインタウンでもよく考えたら回復できないですよね。できたっけ？なんかできた気がするね。よかった。さっきのオーバーヒート、アラちゃんに装備させた方がいいかな。そのポケモンを使わなくなったらあれなんだよなぁと思ってんすよね。貧乏症なんで。ここもう勝てねえなぁってなってから、でいいかなぁとか思っちゃいますよね。確かまだコールドスプレーって効果ありましたよね。確か。ちょっとでもね。ケチですから。ケチなのか、倹約家なのかって、難しいとこですよね。積極的なのか、無謀なのかとか。長所と短所って表裏一体ですからね。これ下の方に行って、なんかフリーザーですか？が仲間になるみたいな。攻略本によると。あれ、オスは、怪力。これは、カビゴンだろう。正直、当選簿。これはいらないな。あ、いるかな？でも、当選簿とか、なんか逃げさせないようにするので、必要な気がしますけどね。
かといってじゃあ他はギガインパクト欲しいよね。転がるもいるよね。当選も必要な気がすんな。ちょっと待って、カビゴンはダメだな。じゃあヤドンかな。ヤドンすごいっすよ。ヤドンがいればなんとでもなんじゃね。水の波動。波乗り渦潮。もう渦潮はいらんか。なんかヤドン入れたら便利みたいなことにしたいっすね。ヤドンは何でも嫌ですよ。じゃあね、ちょっとキリがいいんで一回これ終わりましょうか。で、あと一個バッジがあったら、さっきの双子島のところですか？双子島の前のとこかな？で、戦えばいいってことですよね。あの子がバッジ持ってるはずなんで。